ちゃん、さきです。今日は群馬県の四万温泉にやってきました。イエーイ。今日はなんとあの映画千と千尋の神隠しのモデルになったと言われている旅館に泊まります。イエーイ。旅館の名前は石前館です。それでは早速行ってみましょう。ありがたいことに撮影許可をいただくことができたので、まずはフロントの方の説明を一緒に聞いてみましょう。本日は改めましてご来館いただきまして誠にありがとうございます。石前館は創業当時に建てられました本館を後に増築をしております。建物ですね、3つの建物で構成されておりまして、館内は2カ所の連絡通路を通じて全て行き来できるようになっております。でこの連絡通路は2階4階それぞれ偶数階にございます。で今お客様はですね、こちら歌唱亭の5階の総合フロントにいらっしゃいます。本日お泊まりいただくお部屋がですね、3層の建物のウコンの2というお部屋をご用意しております。今お部屋をご準備させていただいておりまして、整い次第スタッフがご案内させていただきます。では続いてですね、お風呂のご案内させていただきます。当館3つのお風呂をお楽しみいただけます。一番の森の湯はですね、こちら露天風呂付きの大浴場になります。シャワーの数が一番多いのが特徴になります。なのでお体を洗い流していただくのはこの森の湯をおすすめしております。紅葉がとても綺麗でして、朝と夜でまた雰囲気がとても変わるお風呂なので、個人的にこの森の湯の露天風呂おすすめでございます。2番の山荘の湯ですね、こちらは無料でご利用いただけます貸切風呂でございます。入り口に木札がございますので、木札開いていれば札を裏に返していただいて使用中のところにしてからご利用くださいませ。中は内鍵もかけられるようになっております。お部屋の近くにございますね、2カ所ございまして、それぞれ洗う場所、シャワーは1カ所ずつついております。特にご予約も必要ございませんので、この目の前に行っていただいて、空いていれば時間制限も特にございませんので、ごゆっくり入りくださいませ。では続いて3番の元禄の湯ですね、こちらは文化財にも登録されました蒸し風呂付きのお風呂になります。蒸し風呂というのがこの小さな扉から2カ所ございまして入れるようになっております。温かいサウナのような空間になっております。ここもおすすめですね。ここはですね、洗う場所がございませんのでお気をつけくださいませ。浸かるだけのお風呂となっております。これ以外に有料の貸切風呂もございます。皆さんどのくらい聞き取れましたか？では早速旅館を見ていきましょう。ここは歌唱亭です。歌唱亭は3つの建物の中で一番新しい建物です。1986年に建てられたそうです。絵がたくさん飾ってあります。明治37年って書いてありますね。西暦だと1904年です。こっちは明治14年って書いてありますね。見えますか？当時の石前館の絵のようですね。こっちには江戸時代って書いてあります。では
今回私が宿泊する山荘に向かいます。ここは鏡の廊下という歌唱亭から山荘への連絡通路です。ここが山荘の入り口です。昭和11年に建てられたそうです。山荘に入った瞬間に、わー、大正時代みたいと言って、旅館の方に、こちら昭和11年に建てられましたと返されて、めっちゃ恥ずかしかったです。それでは今回私が泊まる3階に向かいます。3階に着きました。なんと、あの宮崎駿監督が山荘に約1ヶ月ほど滞在していたそうです。ここが無料の貸切風呂です。今空いていますね。ここにもあります。山荘の階段が千と千尋の神隠しに出てくる階段のモデルになっているそうです。千と千尋ファンの方はどのシーンかわかりますか？ここが今回私が泊まる部屋です。それでは皆さん、ルームツアーをしていきます。ここはトイレです。押し入れです。布団が入っていますね。これは部屋の外で履くスリッパです。金庫もあります。あ、何もない。じゃーん。日本の部屋は狭いと言われそうなんですが、この部屋は山荘の中で一番安い部屋なので、他の部屋より狭いと思います。写真でしか見ていないんですが、高い部屋はもっと広そうでした。高い部屋でも Vlog を撮りたいので、誰か寄付してくださーい。浴衣のセットとタオルです。足袋もついています。こたつの上におまんじゅうが置いてあります。
これって温泉饅頭？何？あ、豆が乗ってる。豆が乗ってる。母に完全に無視されました。暗くてあまり見えないですね。朝また撮ります。朝です。山荘にはラウンジもあります。お茶やコーヒーなどを飲むことができます。では、次は本館に行きましょう。2階に連絡通路があります。皆さん、お気づきでしょうか。このトンネルも、千と千尋のモデルになっているそうです。本館に着きました。本館は元禄4年に建てられたそうです。江戸時代。西暦だと1691年です。館内ツアーで積善館の歴史についていろいろ教えていただいたんですが、昔の人は何ヶ月もかけてここまで来ていたそうです。ここから外に行くことができます。あの橋は、千と千尋ファンだったら絶対わかりますよね。わー、本当に千と千尋の世界に来たみたい。この建物の上の階は、今は入れないんですが、この建物の中も千と千尋のモデルになっているそうで、ツアーで写真を見せていただきました。今から夜の映像もお見せします。感動。では、正面玄関から、
本館に入ってみましょう。本館1階に元禄の間という歴史資料館があります。ジブリファンの皆さん、今からすごいものをお見せします。宮崎駿監督のサインです。私はトトロが大好きなので大興奮です。絵や写真がたくさん飾ってあります。では、本館の正面の階段を登ってみましょう。本当は本館に泊まりたかったんですが、本館の客室のほとんどはトイレがついていないので、母が、トイレがついてる部屋がいいなぁ、と言ってきたので、山荘にしました。こちらは、飲泉所です。石前館では温泉を飲むことができます。ここに元禄の湯があります。中に蒸し風呂があるお風呂です。奥には足湯と水車があります。ここが足湯です。庭で蒸気を放ちながら動く水車は、石前館では湯車と呼ばれているそうです。夜はライトアップされていて、本当に綺麗です。次は夕食をお見せします。宿泊プランによって夕食が違うんですが、私はすき焼き懐石にしました。普段はあまりお酒を飲まないんですが、せっかくなので地ビールを頼んでみました。これは野菜スープです。このメレンゲのお醤油、本当に美味しい。お肉は本日で群馬県産の上州和牛をご用意しております。焼き卵とご一緒にお召し上がりいただくんですけれども、本日ご用意がですね、温泉卵でございます。こちらとご一緒にお召し上がりください。皆さん、関東と関西ではすき焼きの食べ方が違うのを知っていますか？私は関東で生まれ育ったので、大人になってから初めて関西の食べ方を知りました。料理長が関西の方だそうで、最初は関西スタイルでいただきました。関西風のすき焼きは焼肉のように肉を焼きますが、関東風は煮ます。初めて関西風を食べた時、本当に美味しくて感動しました。温泉卵です。卵です。次は関東風です。
締めはうどんです。食後のデザートです。では続いて朝食です。ダイエットをしているので、普通の白いご飯ではなく、お粥を選びました。豆腐をかけます。うまっ。石前館さんがあまりにも素晴らしくて、今日はいつもより Vlog が長くなってしまいました。最後に、シマ湖というとても綺麗な湖でカヌーをしたので、それだけお見せして Vlog を終わりにします。めっちゃ多い。めっちゃ綺麗。人生初カヌー。緊張。カヌーのお店の方がおっしゃっていたんですが、5月の下旬が一番青く見えるそうです。皆さん、最後まで見てくれてありがとうございました。みんな、一緒に頑張ろう。